聞いていただけませんか。こんばんは。今日も頑張ろう。大事なのは、私は なあ、
よし。ではまた。おはよう。お姉ちゃんはやる気よ。勝負には絶対勝つ。その意志があのカジノ。簡単に行く相手じゃないのは私が一番よく分かってる。なるべく早く手応えをつかみたい。今日パレスに行きましょう。ごめん、気負いすぎかな。でも今のお姉ちゃんを見ていられないの。必ず暴走を止めてみせる。もし行くようなら声かけてほしい。いつでも準備はしておくから。授業を始める。
します。おじさま、すみません、ご無理言って。かまいやしねえよ、ガラガラだしな。で、それが作ったやつか。プロの方から率直なご意見を伺いたくて。見してみな。あ、正直見た目も味も売り物にはならねえな。そうですか。けどこんな都会の、それも屋上高でここまで育てたのは大したもんだ。光栄です。でもうまくはねえけど、なんか気持ちがシャキッとするんだよ。釣りの苦味も時にはいいってのと似てるな。元は家にあった苗で、お店に出す品種の採用コンペに漏れたものなんです。意外と珍しい種類なのかしら。ありがとうございます、おじさま、参考にしますね。私も食べてみて思った。おじさまが元気が出るって言ったこと、わかる気がする。うん、嬉しい。こんなこと怪盗団とはつながらないって思ってたのに、私が得意って言えることなんてこのくらいだから。私がやりたいことなのに。あ、だったら時々相談に乗って。取引成立ね。なんだか回答っぽい。私頑張ってみるね。君たち、ある大企業に探りを入れていたそうね。社屋に侵入した可能性さえあるとか。コネでもあったのかしらね。話しなさい。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。味はあんまり良くなかったな。ありがとう。
こんばんは。女流棋士協会を辞めました。アマチュアからもう一回やり直しです。そのつもりです。大人に利用されただけってかばってくれる人もいました。でも一番悪いのは私が過信していたからなんです。自分をきちんと見つめて自分の気力を分かっていればよかった。アイドル扱いが嫌だったのも将棋の実力だけでのし上がれると思ったから。お母さんのこと何も言えません。八百長が分かった後もあなたは私を見捨てないでいてくれた。誰かに信じてもらえるのってこんなに心強いものなんですね。新手開発の手助けと将棋の指南、最初はただの取引だったんですけどね。でもいつの間にかあなたは私にとってかけがえのない人です。私もうヤジは気にしません。今度こそ実力で周りを認めさせてやります。こんな風に考えることができたのもあなたがいてくれるからです。感謝しています。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、星の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。では最後の指南を。私の指南があなたの役に立つこと、いえ怪盗団の役に立つことを心より願っています。ええ、お母さんのことあなたに話してお母さんが変わった。これが偶然じゃないことくらい察しがつきます。私にできることがあったら今度は私を頼ってくださいね。応援しています。あなたのなすべきことをね。それでなんですけど、正義の味方ならそれって皆さんのために忙しいですよね。私も恋愛禁止はなくなりました。
今だけは私だけのあなたでいてください。そういえば、だから本当？行こう。あのさ、
ありがとう。帰ったか。おい。いらっしゃい。ごちそうさま。気分転換に来たことはあるけど、ここのコーヒーこんなに美味しかったんだ。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。あなたのデータかなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット、いえ協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで私の方はどう？あなたの役に立ってるのかな？例えば怪盗の仕事とか。受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの変わりよう、まさに怪盗の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング、正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。警察が普通かもしれないけど、まあどうでもいいよ。問題はあなたがいなければ私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで、それにこの町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って
医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかしら。もっとすごい薬用意してあげる。私の彼だもの。正しく使ってくれるよね。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、死神の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を何時に与えん。ここ、あなたの自宅でもあるんだよね。部屋は2階？保護者の方は？じゃあ、2人っきり？ふーん。なら、往診でもしてあげよっか。まずは瞳孔を見せてもらおっかな。じっくり時間かけて見てあげないと。ね。おはよう。そういえば、困りましたね。お手並み拝見です。これだ。やりますね。なるほど。おい。あ、まこちゃん、一緒の電車だったんだね。ハル、
偶然ね。今ちょうど春のこと考えてたの。私のこと？うん、これからの戦い、前以上に厳しくなるかもしれないでしょ。だから何か新しいやり方を見つけられないかって考えてたの。あ、それで一応思いついたんだけど、春にも協力してほしいなって。私？うん、私でいいなら協力させて。ありがとう。それでやり方は？まこちゃん？なんか冷静に考えたらとんでもないことを言おうとしてる気がしてきた。大丈夫だよ。それにまこちゃんが考えたものだもん。きっとみんなの役にも立てると思う。そう言ってくれると助かるわ。ね、どうかな。すっごい素敵だと思う。ぜひやらせて。あ、ありがとう。それじゃあよろしくね。うん、任せて。でもまこちゃんって結構大胆なこと考えるんだね。そういうとこすごい憧れちゃう。憧れ？ちょっと複雑なような気もするけど、ありがとね。こんなに素敵なんだから、きっと星さんも叶えてくれるよ。今はここをアジトにしてるんだね。いいから始めんぞ。強制捜査は11月20日、これが今回のタイムリミットね。強制捜査が早まる可能性は？おそらくないだろうね。なぜそう言える？早く俺たちを捕まえたいんじゃなかったか？腐っても組織だからね。それなりの手順は踏まないとことは進められない。よほど切羽詰まった状況じゃない限り、状況証拠だけで踏み込むことはしないさ。さすが探偵、内部事情に詳しいな。頼もしい限りだね。ギブアンドテイクだよ。僕は怪盗団の内部事情を手に入れたんだ。お互いフェアに行きたいからね。向こうが何か変な動きをしたらすぐに連絡させてもらうから。そうしてくれると助かるわ。よし。あれ？
私。しますか？いらっしゃい。良ければどうかな。そうか。頭に来るわ。おい囚人。時間だ。刑を執行するのですね。あまたの犠牲の力を得る。新しく生まれ変わるのです。武器になるようだぞ。
総進宮へと展望するようです。ほほう、少々刺激が強いかな。やめるのか、ジュスティーナ。お前閲覧なさい。これですか、総王の大、あなたの力、これですか。もう終わりか。なんだ、時間です、囚人。ゆっくりしていきな。良ければどうかな。あのさ、もしかして やるね。どうかな。すごいね。どうかな。任せて。じゃあ、おやすみ。
よし。おい、こら！よし！そんな…おい、こら！
なんだよ。バイバイ。ああ、帰ったか。